あと数時間のうちにショーンを見つけないといけないんだぞ。どこかにヒントがあるはずだ。目の前をよく見ろ。人の命がかかってるってのにこんなことやってる場合か。荷造りは済んだか。何のことだ。捜査は終わった。星も割れてる。お前はもう用なしなんだよ、ノーマン。ファイルを持ってワシントンに帰りな。お前がいなくなってせいせいするぜ。捜査は終わっていない。マーズには何も証拠がない。マーズは有罪だ。事件は解決した。捜査から降ろされたお前にはもう関係ない。荷物をまとめてさっさと消えろ。ブレイク、お前は脳みそが腐れ切った最低のイカレ野郎だ。そりゃお世辞か。お前がどう思うと関係ない。俺は星を突き止めた。事件は解決、みんなハッピーってわけだ。最低で結構。じゃあな。犯人の名前がこのデータの中にあるはずだ。手遅れになる前に見つけないと。ああ、そうそう、もう一つ例のあれですが、あまり使いすぎないようにしてください。危険ですよ。とても危険です。気をつけないと命を奪いかねません。嘆かわしいことです。揉み合ってる間 ARI は録画中だった。何か映ってるかもしれない。金の腕時計、どこかで見た気がする。警部補の昇進でもらう腕時計、犯人は警官か。犯人がブルーラグーンに残した銃、履歴を追うことができるかもしれないな。5年前刑事事件で押収。この銃はまだ警察に保管されてるはずだ。警察じゃないとしたら誰が持ち出した。同じガソリンスタンドのレシートが2枚。犯人の家の近くか。犯人はこのエリアに住んでいる。342人が居住か。十分じゃない。もっと的確に犯人を洗い出す方法を考えないと。犯人は警察か。カーターブレイク。それなら捜査の行き詰まりもイーサン・マーズに罪を着せようとした理由も説明がつく。警察のジオプロファイルで当てはまる警官は一人のみ。見つけたぞ。港に倉庫を所有してる。間違えればショーンの命はない。
本当にその車なのか。鳩場スワットを呼んで、ああ、それからバイクも欲しい。今日に決まってるだろ、バカ野郎。